触らないで。ヒガンバナには皮膚炎を起こす成分が含まれています。だから迂闊に触らない方が。帰ります。さよなら。あの、神岡さん？神岡さん、夢は見ますか？少女か、母親か、老賢者が出てきて世界のことについて話す夢は見ませんか？そう。私は月の夢を見ます。夜、湖のほとりに私が座っています。大きなオレンジの月が空に浮かんでいて、それが湖の源、私が持っているカップの紅茶に映っていて、カップに息を吹きかけると紅茶の月も空と湖の月も一緒に消えてしまう夢。怖い夢です。Thank you.
逆です。さようなら。神岡君、部室に行きましょう。なんだってことはないでしょ。話したいことがあるんだけど。何かしら。あ、どうせだからコーヒーでも飲んでいく。うん、じゃあごちそうになる。狭苦しいところだけど、どうぞ入って。あ、部長いらしたんですか。席を外してくれませんか。2-B の東百合つづみです。あの、私のせいでごめんなさい。ありがとうございます。神岡君はいいんです。部長には関係のない話ですから。シエリさん、砂糖いくつ？あ、うん、ありがとう。苦いやつちょうだい。ううん、今日はビターな気分なんだ。昨日のこと、ごめんなさい。
私ひどいこと言っちゃったよね。ごめんね。そうだったかしら。昨日の夜ずっと考えていたんだ。麻生さんの立場も考えずに勝手なこと言って、私って嫌なやつだなって。もう気にしないで。私も意識不明事件を調査することに決めたから。だから謝らなきゃいけないのは私の方だわ。昨日のことはごめんなさいね。星原さんのことは教えられる範囲でちゃんと教えるわ。意識不明事件は事実関係を明らかにしてから絶対に教えるから。うん。でも私、星原さんが疑わしいっていう意見は変えるつもりはないんでしょ。いいわ、私が変えてみせるから。私もそうなったらいいなって思ってる。東ゆりさん。何？やっぱり弓倉さんのために。あの子、あれが夢とか幻覚だったと思い込みたがっているみたいだけど、やっぱり私は許せないんだ。そんな奴がもしこの学園の中にいるのなら、私。あなたらしい理由ね。とにかく、あとはお互い結果を出すだけだわ。ね、東ゆりさん。そうだね。お互い頑張ろうね。そういうことなんだけど、神岡君はどうする？そうね、神岡君には話しておかなくちゃね。考えてたんだね。私、部長を呼んでくるわ。
上岡さんにはきっと無理です。ごめんなさい。